るしかねえ。すまねえ、こんなは
ずじゃなかった。やめて、やめてくれって言ってるだろう。よし、セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どう起こったらその力が出せるのかわからないんだ。どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。待て。引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。やっぱし、ちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あ、そう?孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。覚醒の孫悟飯、放て親子カメハメハ。もう許さないぞ、お前たち。
真の力。まさかこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。セル、お前はもう終わりだ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの真のパワーを。それがどうした。この私のパワーが完全に負け。諦めろ。なぜだ、なぜこれほどのパワーが奴に。まだとどめは刺さないぞ。全体じゃなくなった。ち、つまらない。それじゃお前も、もう終わりだな。許さない。何をするつもりだ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが、貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。何だと自爆。こうはさせるか。この俺に衝撃を与えればその瞬間に爆発するぞ。あと30秒だ。くそ。どうすんだよ。なんとかしないと。ダメだ。もう、どうしようもない。あと10秒。ずーやっぱどう考えても、これしか、地球が助かる道は思い浮かばなかった。悟空、お前、まさか。
バイバイ、みんな。え、ここまでよくやったな、ごはん。すごかったぞ。お父さん、母さんにすまねえって言っていてくれ。わ、悪い海王様、ここしかなかったんだ。くそー、消えた孫悟空の木が。どこに行ったんだ、セロア。終わったな。お前と悟空が終わらせたんだ。頑張ったな、ごはん。でも、お父さんは。悟空は満足そうな顔をして死んでいった。お前の成長が嬉しかったんだ。さ、もう帰ろう、ごはん。当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく、生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまりより完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころか、いろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様、よくも、トランクス。くそー。ベジータさん、砕け散れ。何が惑星ベジータの王子だ。次は貴様だ、孫悟飯。今度はそううまくいくとは思えないが、すぐに終わらせてやる。終わるのはお前だ。お前を消し去ってやる。その程度では私を消すことなどできんぞ。
死ぬ。いい攻撃だが、大したパワーは残ってないようだな。いや、私が強くなりすぎたのか。そんなすぐに終わらせてやる。私のパワーは小僧め悪あがきを絶対に許さない。敵を撃つなどできそうもないな。お前たちは許しはせんぞ。この体操セルのパワーがアップしている。遊びはもう終わりだ。地球ごと消えてなくなれ。どうだ、地球どころか太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力だぞ。ごめんなさい、お父さん、みんな。僕にはセブを倒すことができなかった。お父さん、みんなの仇を取ることができなかった。セルみてえに思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。そうすりゃ必ず勝てるさ、絶対だ。だけど今の僕は片
方の腕しか使えないし、気だってもう半分以下に。いるも勝てる。自分の力を信じろ、ごはん。おめえの力の全部を出し切って爆発させんだ。最後に見せてくれよ、俺たち二人で作った力を。はい。さらばだ、孫悟飯。今だ。ついにやったな。